手混ぜのリュースティックをやります。手ごねでなくてこねてない、手で混ぜただけのリュースティックです。小麦粉はリスドールですね。リスドールと水と塩とユーロモルトと、セミドライイーストで、これはビタミン C が入ってません。だから、ビタミン C ゼロの生地で、こねないリュースティックをこれからやります。イーストはまあ必ず、ぬるま湯で溶かすことを基本にします。で塩も溶かします。なるべく大きめのボウルを用意して、そこにぬるま湯の、その以外の仕込みの水に塩を溶かします。塩の粒が消えるのを確認してから、モルト液ですね、モルトシロップを倍で溶いたもの、これもまあ吸水に混ぜます。で塩の粒がもう消えてるんで、ここにリスドールを入れます。でこの状態になってから、ぬるま湯にセミドライイーストを振り入れて軽く湿らせます。これは予備発酵ではないんで、こう湿らせたらもうおしまいです。でイーストを溶かす水は冷たい水を使わないように30度ぐらいのお湯を用意すればいいです。で材料は全部溶かしたんで、あとは混ぜるだけです。混ぜる時間というのは時間にしてまあ1分もかからないと思います。でこれで手混ぜはおしまいです。ミキシングのステージでピックアップステージっていう、まあフランス語だとフラサージュっていう、この状態でおしまいです。まあ、要するにピックアップ、つかみ取りしてもブツッと切れる状態。ここからさらにこねていくと、だんだんグルテンがつながってこういうつかみ取りにはならなくなってきますね。ぐいーって伸びてくるわけです。でもこの粉っ気も消えて水っ気も消えた状態であれば、手混ぜのリュースティックの仕込みは終了です。さっき仕込んだリュースティックをパンチします。パンチはボウルの中で、こうやって折りたたみをしてもいいんですけども、その上で、まあ、面台に取ってきてパンチをするやり方でも構いません。で一回パンチをした上で、器に移してやります。冷蔵庫に入ればこのボールのまんま、一晩置いてもいいです。で残りの1キロ分はじゃあ面台に出して、パンチをしてみます。まだベタベタした状態ですけど、明日の朝になればちょっと生地の様子になってきます。パンチをするごとにだんだん生地になっていくなっていうのが実感できるかと思います。最初は混ぜ合わせるだけで手混ぜ手ごねではない生地ですけども、パンチを繰り返していくとだんだん生地のようにはなります。じゃあいいですか。リュースティックを冷蔵庫から出してきた状態ですぐ1回パンチを入れます。まだ生地が冷たいんでそんなに加工効果としては効いてこないですけども、ここで一回パンチをしてから副温って言って室温に戻していきます。でここにある油圧の分割器にかけて、1983年に私が見たジェラール・ムニエの店のやり方を再現したいと思います。まあ、三つ折りを2回するような感じで、
パンチを入れました。まあパンチって言ってもフランスパンの場合には折りたたみ作業の方が、正確かと思います。で次に、粉1キロ分の仕込みの生地ですけども、ここにいろいろな混ぜ物を入れる例を紹介します。まあ細長く伸ばした状態のところに、これはセミドライのアプリコットです。それとくるみを混ぜます。でこういうのを生地に練り込んで、直焼きで焼こうとするとどうしてもこのフルーツの部分が焦げやすいんですけども、こう三つ折りの状態で中へ折り込んでやると、割とまあ生地が外側になるんで焦げにくいことになります。だからここにいろんなものを折り込むことができます。これで三つ折り2回の折りたたみの時に、まあ、混ぜ物をした状態です。これで、生地の中心温度がだいたい15度以上になるように、まあ、約1時間半ぐらいかかるかと思いますけども、それまで待って15度以上になったのを確認してから2回目のパンチをすることにします。今日2回目のパンチ、一応中心部温度が15度以上なのを確認して2回目のパンチをします。これで30分経ったらこの分割機にかけることにします。油圧でこの生地をグッと圧をかけてくれるから、生地を傷めないで生地にテンションをかけてくれる。かえってその機械を使うことでアドバンテージになるっていう。でカルベ先生はこれを使って新しいその製品をジェラール・ムニエの店のためにまあ考案した。それがパンリスティックだったんです。バゲット生地はもっと白っぽいです。これリスティックは最初手で混ぜただけで、今ここまででパンチ3回やってる生地ですけども、結構クリーム色ですよね。だからそれもあの酸化がそれほど進んでない。でも酸化が進んでないとこういう生地をバゲットにしようとするとなかなか釜で伸びにくい結果になるわけだけど、それを逆転にとってリスティックで釜の中に入れてやると釜の中でこう自由に伸びてくれる。それがリスティックの面白いところだと思うんです。1983年に初めて出会った時はなんで成形もしないのに釜の中で伸びるんだろうっていうのは、まあ、全く不思議なことに思えて、まあ、自分ではテストもできないありさまでした。だからそれ何十年もかかってやっと自分でこう扱えるようになった。日本で最初にリスティックを追い出したのってどこになるんですか？ドンクだけどあんまりパッとしなくてすぐやめました。だけどその後リスティックの技法を応用してアリコベールっていうウグイス豆入れたのが大ヒットして、なんでドンキで売った時パッとしなかったんですか？馴染みがなかったでしょ。フランスパンって細長いっていうイメージで、ドンクの固定客からはこれ何って
で販売も何にも知らないから、これ何が入ってんの、何にも入ってませんでおしまいでしょ。何にも入ってないことないのに、夢と希望が混じ詰まってんのに何にも入ってませんっていう答えしか出さない販売員がいると、それは売れない。リュスティックはムニエがカルヴェ先生にリクエストして、バゲット生地で高く売れるパンを考えてくれって言ったんです。あの当時バゲットは公定価格の時代でした。公定価格は何かっていうと、どこの店もその同じパン組合が決めた同じ価格で売らなければいけない時代だったんです。でもムニエの店は夜中の1時半から入って、まともなバゲットを作ってました。3時間のポアンタージュで、よその店はどうせ公定価格でどこの店だって同じ価格でやるんだからって言って、どんどんその短時間の、ノータイムの製法に移っていった。横着して、それ同じブロックの中の他のパン屋よりはだんだん知られてくると、ムニエのバゲットが売れるようになる。でムニエはその公定価格のバゲットしか作ってたら、儲けあんまり出ないから、バゲットの生地で、生地なのに新しいパンを作れば、パンドカンパーニュのキロ単価の価格で売れたっていうんですよ。高い値段で売れた、生地は一緒なのに。そこが肝ですよ。パンディスティックっていうのはあの当時はジェラール・ムニエの店しかやってなかった。今でこそみんな成形しないパンなんて巷にあふれてるけど、香りは悪くないと思うけど、中切ってあれだな、こっち側にクープが来るのが、バゲットなんかでもそういう風にカルベルに教わったこれはくるみとセミドライのアプリコットの折り込んだパンです。クリーム色が残ってると思うんで、バゲットの方がもうちょっと白っぽくなるかもしれないですね。普通こねないパン作りっていうと、こういうふうに内装のすだちが上にスコーンと伸びてくれるようなんじゃなくて、もう団子パンのまんまで焼けるのが一般的ですよね。だからそれは焼いちゃえば何でもパンにはなっちゃうからどうでもいいんだけど、俺はこねないのにカバンの中で自由奔放に伸びてくれる、と上にちゃんと伸びてくれるって、そういうパンを作りたいと思ってるんだけど、これ自然な甘さはあるとは思うんだけど。